演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、セブンイレブンの焼き鮭おにぎりと肉まん4種を食べたいと思います。肉まんじゃない、中華まん4種を食べたいと思います。肉まんはこれだけですね。あとこちらは、いやこれだけじゃなかった、これはチーズ肉まんだ、つぶあんまん、ピザまんです。もう一つこだわり豚まんっていうのもあったんですが、それは以前レビューしていますので、そちらの動画を参照にしてください。それではいただきます。まずはおにぎりから食べようかな。どんな感じになってるのかな。これいい、見た目はシンプルですね。おっと、すぐに臭くは見えませんか。では、ま、このままいただきます。あれ、前も食べたことあるっけな、これ。ま、どっちにしても美味しいからいいか。鮭がしっかり旨味を広げてくれますね。はい、続きましては肉まん。中身はどうなのかな。確か新宿、今新宿中村屋って書いてました。ここは確か肉まんの元祖だったんだっけ。いや、中華まんの元祖だったね。ま、そこは確か何かの動画で見たことあるんですけど、ま、とりあえずはいただきます。いろんな味を楽しめますけど、甘いも手のほどでもないような、でもまあ美味しいからな。最初に食べた焼き鮭のおにぎりはまさにシンプルな鮭の味のみで勝負といった感じで、食べた瞬間に鮭の旨味が口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。お米も程よい感じでホロホロと崩れていって、変なもたつきがなかったのも良かったですね。というわけでこちらのテイストさせていただきます。そして中華まん全般ですが、まず生地はちょっと弾力なのもっちり系で、ちょっと噛んだ後に一瞬ラグがあって具材の旨味が広がってくる、そんな感じです。その上でいきますと、まずこちらの肉まんはもうシンプルに肉の旨味、タケノコの食感などを純粋に感じることができて美味しかったです。ただやっぱりちょっとパンチが弱いかなと思う部分もありましたので、こちらの点数を させていただきます。で、それを考えると、こちらのチーズ肉まんはそこにチーズが入ることでちょっとパンチがプラスされていって、チーズの風味もしっかり感じることができて美味しかったです。最初はちょっと、かなと思ったんですけど、食べ進めていくとチーズがだんだん強くなってくるんですよ。なのでこちらの点数とさせていただきます。そしてこのピザまん、ピザまんはまさにピザと言えるようなトマトソースの酸味が肉まんのチーズとはまた違ったチーズの味を引き出していて美味しかったです。チーズとトマトソースの酸味は今更言うまでもありませんよね。相性はですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。そして最後に食べたこの粒あん、この粒あんはどっちかっていうと食感のある系統で、しっかりとあんこの甘みとともに豆の食感も感じることができました。ただ、個人的にはあんまはふかふかの生地の方がいいかなという思う部分も若干ありますので、こちらの点数とさせていただきます。セブンイレブンの中華まん久しぶりに食べました。美味しかったです。それでは、夏が来るその柱だよこの水は、きっと喉が渇いてまくっているのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。